久しぶりの帰宅だわ。二人とも元気にしてるかしら。え、ちょっと。あら、あなたトイレ中だったの。もう終わったから大丈夫だ。タイミング悪かったわね。いいんだ、気にしないでくれ。そんなことよりも帰ってくるなんて珍しいじゃないか。仕事の方は落ち着いたのか。とりあえず任されてたミッションが一区切りしたのよ。だからあなたたちの顔が見たくて帰ってきたのよ。だったらキッドにも知らせないとな。ずっと君に会いたがってたよ。あの子に会いたいけど、またすぐに出ないといけないの。そんなゆっくりしてる時間はないわ。そんなこと言わないで、もう少しキッドとの時間を作ってあげたらどうなんだ。少しは仕事をセーブして家族との時間を大切にするのも大事だと思うんだが。それができたらもうやってるわよ。私がこの仕事を辞められない理由、あなた知ってるでしょ。でももう少しぐらい時間取れるだろう。ちょっと気分悪くなったから散歩に行ってくる。そうやってすぐ話し合いから逃げるじゃない、あなた。うるさい。私の気持ち全然分かってないわ。ということで、今回もフォートナイトやっていきたいと思うんですけども、ニャッスル、リンクスと喧嘩したって聞いたけど、大丈夫か？大丈夫も何も、あいつはキッドの気持ち、ちっとも分かってない。せっかく久しぶりに帰ってきたんだから、少しぐらいキッドにやってやってもいいと思わないか？そうやな。でも忙しいんじゃない？リンクスも。忙しいのは分かるけど、そんなの言い訳じゃないか。例えば帰ってくる前に僕に連絡してくれれば、前もってキッドに呼びかけることだってできただろ。お母さんが帰ってくるぞって。あ、確かに。あいつはそういうところに気を利かすことができないんだ。キッドがどれだけリンクスに会いたいと思ってるのか全然分かってない。お父さん、お母さんと何かあったの？さっき家に帰ったらお母さん泣いてたんだけど。ごめんねって言ってすぐ仕事に行ったけど、お母さんと喧嘩したんでしょ。キッドには関係のない話だ。関係ないことないじゃん。僕のお母さんが泣いてたんだから。一体何があったのか説明しなさい。説明することは何もない。お前は今日休みだろ。家に帰ってしっかり休むんだ。そんなん言って言い逃れすらないじゃん。お母さんと何があったのか説明しなさい。しつこいぞキッド。大人には大人の事情があるんだ。子供のお前が首を突っ込んでくるんじゃない。子供にも子供の事情があるんだ。だから首突っ込む。きっとよしなさい。お母さん。リンクス、仕事じゃなかったのか。仕事中だけど通話ぐらいできるわ。お母さんもう大丈夫なの？さっき泣いてたけど。大丈夫よきっと。優しいわね。まあね。さっきはすまなかったリンクス。強く言いすぎたよ。気にしないで。キッドのことを思ってああ言ったんだし、感情的になる気持ちもわかるわ。僕のことで喧嘩してたんだ。そうよ。あなたが可愛いかかっこいいかで言い争ってたの。そういうことだったのか。そんなの僕かっこいいに決まってるじゃん。そうよね。お母さんもそう思ってたわ。なんて言わないで。この件に関してはお母さんが正しい。そうだな。すまなかったキッド。前回の動画のコメント返信タイム。次の動画も楽しみにしています。ミトッチ、待ってる人いるんだからもっと投稿頻度上げないと。はい、頑張ります。